テオドール・ジェリコーによって描かれた強烈な戦争に、囚われた女性の肖像戦争とは、自らの持たない、優れた、特質、業績、財産などを他者が持つときに起こる。それらへの渇望、ないしは、対象がそれらを失うことへの願望である。戦争は、他者が自分が持たない望ましい物品を持つときに、自己肯定感の低下という感情的な苦痛として、現れる場合がある。 近年、心理学者は、悪性の戦望と良性の戦望の2種類があると考えており、良性の戦望は、動機づけの一種として捉えられている。嫉妬と戦望は、一般的には、同じような意味を持つ言葉として用いられているが、心理学的には異なる2つの感情である。戦望は、 自分以外の誰かが望ましい良いものを我がものとしていて、それを楽しんでいることに対する怒りの感情であり、二者関係に基づいている。対して、嫉妬は三者関係で自分が愛する対象が別の存在に心を寄せることを恐れ、その存在を妬みにむ感情である。嫉妬は主として、現実、想像上に関わらず、自分以外の誰かとの情欲関係において見られる。 戦亡は最も原始的で悪性の攻撃欲動であり、良い対象を破壊してしまうが、嫉妬は愛する対象への愛情は存在していて、戦亡のように良い対象が破壊されてしまうことはない。戦亡を乗り越えたところに発達する、相対する情緒として感謝が挙げられる。ジョット・ディ・ボンドネによって1三百五から1三百六頃に描かれた戦謀のグーイズ・アリストテレスは、 弁論術において、戦争とは、他者の幸運によって引き起こされる痛みであると定義している。イマヌエル・カントが表した、道徳系事情学言論には、戦争とは、我々の幸福が、他者の幸福によって影らされたことによる失望である。なぜなら我々の幸福感とは、先天的なものではなく、他者との比較によるからであると書かれている。 バートランド・ラッセルは戦争は不幸の最も強力な原因であると記述した。ラッセルは民主主義の理論に推進力を付与した過去があるのは戦争であり、このことに疑念を差し挟む余地がないと指摘して大改革の際に生じる理論を用いたカモフラージュの原因であると急断している。 妬み深い人々は自らを不幸にするだけでなく、他者が不運に苦しむことを望むからである。戦争は一般に否定的に捉えられる。人間の行動における戦争と、その影響を説明する一つの理論が、社会進化論である。チャールズ・ダーウィンの自然選択説に基づき、社会進化論は、人間は、個体の生存と再生産を強化するように、行動すると予想する。 これによってこの理論は例えば戦争のような社会的行動を生物の生存と再生産に動機づけられたものとして理解する枠組みを提供する。近年の研究では戦争は認知機能や記憶の強化に影響することが示されている。ジャックカロサク七つの大罪戦争戦争はカトリックでは七つの大罪の一つとされている。創世記においては戦争は カインの犯した兄弟殺しの動機とされている。これは神がカインよりも兄弟であるアーベルの供物を好んだためである。クリシュナはバガバッドギターにおいて妬まず誰に対しても共感する友であるもの、そのような帰営者が最も好ましいと述べている。ヒンドゥー教において戦亡は破滅的な感情であるとみなされている。ヒンドゥー教は 精神のバランスを崩すものは何にしろ不幸につながると考えている。この考えは、マハーバーラタにおいて、ドゥルヨーダナが、いとこの財産に対する戦争からクルクシェイトラ、戦争を起こすという形でも示されている。彼は、父よ、パーンダバ、重慶の財産が私を焼き尽くします。彼が私より豊かであると知って、 食べることも眠ることも生きることすらできませんと述べている。それゆえヒンドゥー教では、戦亡の対象は前世の因果を受け取っているだけであることを認識して、この感情を克服するよう教えている。マハーバーラタにおける敵対者と同じ運命に苦しまぬ、よう、そのような歪んだ感情を持つべきでないとしている。イスラム教において、戦亡は心の不純物であり、 善行を無に返すものであると言われている。各人は、神の意志に満足し、造物主の構成を信じなければならない。ムスリムは嫉妬で他者を苦しめることを禁じられている。ムハンマドは、サヒーフ・アルブハーリー及び、サヒーフ・ムスリムにおいて、互いに羨み、憎しみ、敵対し、関係を断ち切ってはならない。兄弟として、アラーの下僕であるべきである。 ムスリムがその兄弟と会って言葉を交わさなかった後3日以上離れていることは許されない。自ら挨拶をする者が最も好ましい。と述べている。ムスリムは他人の持つ恩蝶をその者のから取り去られることを望まない限り自らのために願うことは許されている。これはハサードとは呼ばれずギボタと呼ばれる。二つの場合を除き戦争は存在しない。 アラーが知恵を与え、彼がこれによって支配し、人々を導く場合と、アラーが権力と共に富を与え、彼が正当にこれを用いる場合である。仏教において質とは一般に戦望、妬み、または嫉妬と介される。質とは、富や名声を得るためにひどく熱心になっているが、他人がそれらを得ることが我慢できない状態とされる。君良心とは、 相手の幸福を共に喜ぶ心であり、これが質に対する下毒剤となるとされている。英語圏では、羨望はしばしば、羨望で緑であるというように緑と結びつけられる。緑の目の怪物とは、現在の行動が羨望ではなく、嫉妬により、動機づけられている人物を指す。これは、ウィリアム・シェイクスピアのオセロに基づいており、シェイクスピアは、 ベニスの商人においても傍社にハウ、オールザーザーパッションズフリートツアー、アズダウトフルソーツラッシュインブレーストディスペア、アンドシャダリングフィアアンドグリーン、アイドジェラシー、と述べさせている。パロット、W.G. スミス、R.H., ディスティングイッシングザエクスペリエンシーズオブ c i e s of Envy and Jealousy, Journal of p e r s o n a l ドイ、10.1037、0022から3514.64、6.906、フミドウ8326,472、バンレベン N、ゼレンバーグ、M、ピーターズ R、レベリングアップダウン、ザ・エクスペリエンシーズ・オブ・ビナインメリシャス・エンビー、デパートメント。オブ・ソーシャル・サイコロジー、ティルブルフ・インスト、フォー・バハブ・イカン、レッス、サイブログ。 ホワイエンビーモチベーツアス、31メイン2011、松木国博 P305、岩崎哲也 P194、ペドリック、ビクトリア・オバー・ハルマン、スティーブン・ M、ザ・ソール・オブ・トラジェディー、エッセイズ・オン・アテナイアン・ドラマ、シカゴ。 イル、ユニバーシティ・オブ・シカゴ・プレス、P22、ISBN 97802266530682.7、1108ビット1から10、ラッセル、ベルトラン、ザ・コンクエスト・オブ・ハピネス、ニューヨーク、H リバー・ライト、ハット・ラッセル、ピアニッシモ、9091、ヨシムラ、クリスティーナ・ G、ザ・エクスペリエンス・アンド・コミュニケーション。オブ・エンビ・アマング・シブリングス、 シブリング・スイン、ロー、アンド・スパワーシーズ、ジャーナル・オブ・ソーシャル・パーソナル・リレーション・シップス27。二十七、千七十五マイナス、千八十八、ドイ、十点一一七七、零二六五四零七五一零三八二二四。フィールズ、アール、イート・ユア・ガッツ・アウト、ホワイ・エンビーハーツ・ホワイ・イッツ、グッド・フォーユア・ブレイン。二千十四年六月十日閲覧。ありがとうございます。